うわぁ、なんすかこのコラボ。なんで現実の人間がパワプロアプリに映ってるっすか。サクセスの画面開くたびにこの人たちが出てくるって、なんだかしんどくなってきたっす。あ、どうも皆さんこんにちは。ホムホム研究所室長の川星ホムラっす。皆さんってウームの YouTuber 知ってますっすか。ホムラは本当に人気な人しか見てないんすけど、この期間中にこの画面を毎回見なきゃいけないのは精神的にきついっすよねー。あ、お客さんっす。今回もどんな人が来るか楽しみっすね。どうぞっす。こんにちは、立川です。ホムホム、おはよう。あら、ヒロピーっす。どうしたんすかこんなところで。相談だよ相談、それ以外でこの事務所に来ちゃダメでしょ。そういえばそうっすねー。で、相談って何なんすか。パワプロアプリをやっている人のツイッターとかよく見てるんだけど、パワプロアプリやってる人って、パワプロアプリ YouTuber とか、他の YouTuber を好いてない気がするんだけど、本当なのかなって思って、ちょっと調べてほしいんだ。ふむふむっす。まあ確かに他のアプリ実況者と比べるとパワプロアプリの YouTuber や、アプリに関わっている YouTuber は叩かれている印象が強い気がするっすね。それをぜひ考察してほしいよ。了解っす。この川星ホムラにお任せっす。それじゃあ開始っす。それではこれからパワプロアプリをやっている人は、なぜ YouTuber を好いていないのか説明させていただくっす。ただし、アプリをやっているすべての人が YouTuber を嫌っているわけではないっす。参考になる動画もしっかりあるし、成果をしっかり出せている人もいるんすよ。じゃあ、どういう人がパワプロアプリ YouTuber および YouTuber を嫌っているの？Twitter やネットの情報を見る限り、チームランクがそこそこあって、自分で育成をしっかりと行えてる人が、嫌っている傾向があるっすね。へえ、そうなんだ。じゃあなんでその人たちは YouTuber を嫌っているの？そうっすよねー。じゃあまず、パワプロアプリ YouTuber じゃないのに、パワプロアプリに関わった YouTuber について説明させていただくっす。この YouTuber さんは基本的に全員、ウームやキューブという組織に所属している人になるっす。ウーム株式会社という有名事務所だね。この会社は簡単に言うと、YouTuber のサポート会社って感じっすね。YouTuber に様々な仕事を紹介したり、動画のサポートをしたりととても有名な会社っす。へぇ。でも、野球部ってのならパワプロと相性いいからいいんじゃない？そうなんすよ。確かに旗から見たら相性はいいように見えるっす。でも、残念ながら相性は最悪だったんすよね。え、なんで？まず、ウーム野球部と言われても、プロの野球選手でもない野球好きが集まったという印象っす。しかも、その人たちはパワプロアプリを基本的に実況しておらず、仕事できたからやっている、という感じが伝わってくるっす。そんな人たちがパワプロアプリとコラボして、ユーザーのみんなが喜ぶと思っているっすか。いや、むしろなんでコラボしたのって感じちゃうね。そうなんすよ。ユーザーからの意見は、こんなものに時間と金を使う暇があったら、違う作品とコラボした方がまだマシだったという意見が大量に出てきたっす。さらに、追い打ちをかけるように模写プロというイベントで、この YouTuber たちが作った選手を育成しなければならないという、誰得なイベントも存在したっすね。なるほど。確かに誰得だし、この期間中この人たちの顔を毎回見ないといけないというのもなかなかきついものがあるね。そうっすね。まあでも、これはパワプロをやっていない人にとっては、ウーム野球部がパワプロアプリを宣伝しているということで、興味を持ってインストールする可能性があるっすからね。特に、ダホさんは知名度も人気も非常に高い人っす。パワプロアプリをやっている人にとっては不評でしたっすけど、やっていない人からすれば始めるきっかけとなったと思うので、これはこれで良かったんじゃないっすかね。新しい人が入ってきてくれるのは、私たちにとっても嬉しいからね。それでは次にパワプロアプリ YouTuber について説明させていただくっす。YouTuber を嫌っている層は先ほど言った通り、参考なしで自分でしっかり育成できている人にとても多い印象を受けるっすね。どんなところが嫌われてるの？一人一人紹介すると特定されてしまうので、全体を見て良くないところを抜き出すっすね。丸一パワプロアプリやっていないのにパワプロアプリの新キャラ情報を動画で公開する。これはどういうこと？とある YouTuber さんがパワプロアプリの新キャラを自分のチャンネルで公開したっす。ちなみにこの仕事は公式からもらっているっすね。なんでこれが良くないの？
この人は初期の頃パワプロアプリをやっていたんすけど、後半から違う野球ゲームを実況していて、パワプロアプリには全く関与していなかったんすよ。なのにいきなり新キャラを公開したっす。ああ、それはちょっと。ただでさえ、新キャラを個人チャンネルで公開するだけで炎上する可能性があるのに、パワプロアプリを全く実況していない人が、新キャラという誰でも注目する動画を公開したところが良くなかったんすよね。それは、金のためとしか視聴者とユーザーからは見えませんね。に編集もろくにしてない動画が1日何本も上がる。パワプロアプリはゲームなので、基本的にゲームをプレイして動画を上げるだけで十分っす。しかし、残念ながら謎の雑談動画も混じってしまい、収益を稼ぐために出している考えてしまったんすね。でも、見たい人がいるのならいいんじゃないの。まあそうなんすよね。ただ、それを空いていない人も多かったってことっすね。別に自分の投稿したい動画を投稿してるんだからいいと思うんだけどな。サンサムネ&タイトル詐欺。これは他の YouTuber にも多く見られるんすけど、パワプロ YouTuber は露骨すぎるのが多いっすね。まず代表的な詐欺が、強いぞ、詐欺っすね。これは、サムネで新キャラクターを使って育成して、大した結果が出てないのに強いぞとつける詐欺っすね。実際に強い選手を育成はしていないんだよね。そうっす。そう言って再生数を上げようとする詐欺をめちゃくちゃやっていたっすね。最近だと、並木ちゃんのツイッター投稿の選手ランクを超えたというサムネがあったっすけど、50ばかりのデッキで並木を超えたというタイトル&サムネ詐欺があったっすね。次にガチャ詐欺っすね。明らかに引かなくていいガチャに対して引くべき。などのサムネで煽るサムネ詐欺っすね。一回、青い、水木。ひじりというどう考えても引かなくていいガチャで、このサムネは使われた時あるっすね。これは3人娘に失礼だけどひどい。最後に使えるキャラ詐欺っすね。前にあったのがオクタとロデイをサムネに使って、オクタに罰をつけていた詐欺があるっすね。あれは相当悪質だったっす。明らかにオクタの方が強いのにね。なんでそんなことしたんだろ。明らかに再生回数を上げるためっす。でも、これも見なければいいんじゃないの。いや、サムネ詐欺は最高に悪質っす。特に有名実況者さんがやるのは最悪っすね。初心者の方や、パワプロをまだよくわかっていない人は有名実況者の動画を参考にするわずっす。その有名実況者が有能だの、使えるキャラを罰つけてもう一方の使えないキャラを持ち上げるなどしていたら、初心者の方やよくわからない人は間違いなく参考にしてしまうっす。つまり、サムネだけで相当被害が出てしまう。そうっす。金のためだけじゃなくて、有名であることを自覚して動画を投稿しなくちゃダメっすよ。確かに。4身内で固まりすぎてる。パワプロ YouTuber はランクの高い人や、有名な人と交流を図っているっす。このことにより、生放送などで身内ネタ、よく知らない人と動画を撮ったりと、見ている人からしたら誰得動画がとても多いっす。確かに、身内ネタが増えると配信者として腐っていくってよく言われてるよね。それをよくやっているっすね。また、オフ会でもガチャを引けと煽ったり、パワプロの LINE グループにチヤホヤされるという理由で入っていったことも、さらに、自分は有名なんだと全国1位のチムランでもないのに言ったりしてて、一部の人から非難の的になっている人もいるっす。まあ、これだけ聞くと叩かれる対象にはなってしまうよね。以上、一部の人からパワプロアプリ YouTuber は好かれていないってことっす。んでも、人気者になっているから羨ましくてその人を叩いているって可能性ない。それもあるっすね。多分自分の生活がそこまで不満なければ、その人を叩き続けるということはなかなかできないっす。実際、新しい高校や新キャラが出たらその YouTuber を参考にしているっすからね。つまり、一部の人はストレス発散とかでその人を叩いていることになるのかな。まあ、その可能性もあるっすね。でもやっぱり、動画で紹介したようなことは、一般的にとっても良くないと思うので紹介させていただいたっす。まあそうだよね。ということで結論に行くっす。パワプロに関わっていない YouTuber がパワプロアプリに入ってきたら、存続のユーザーからはよく思われない。サムネ詐欺やタイトル詐欺、重要な情報をそんなにやっていないのに紹介する。というところがよく思われていないって感じっすね。なんだか、YouTuber も大変だね。他にも面白いタイトル詐欺とかサムネ詐欺とかあったらぜひ教えてくださいっす。じゃあありがとね、ホムホム。
これから病院行ってくるからそれじゃねえ。お疲れ様っす。ホムドレチャンネルの動画制作者から手紙があるっす。なになに、この動画でホムラちゃんと立川ちゃんに喋らせてしまいましたが、台本を作ったのはホムドレなので叩くなら、ホムドレを叩いてください。って、書いてあるっすね。まあ、そういうことらしいっすね。皆さんは炎上しないように気をつけてくださいっすね。ということで、この動画を終了させていただくっす。お疲れ様でしたっす。さよならっす。